ハッピー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 。とりあえずワッチやりなよ、俺切るから。いや私はやんないよ、だって小前子もやるんでしょ。よって俺も聞いたけどね。小前子も教わる。うん、テーブル出しちゃったんだよね私。これどうしよう、そのまんまやんないよ。一回切らしよう。俺こう、かぶったの嫌やわ。でもさ、一回切ってまたこっちつけることになるよ。え、でもそれまでに小前来るやろ。来ないっしょ、寝てるから。いや、来るってさすがに。来ない、来ない。え、ちょ、起こさないと来ないわ、あの人。一回ちょ、こっち切るわ、バイバイ。じゃあこっちも落ちちゃうんで、10時に。え、だから、それまでに小前が来たら、ちょ、考えようよ。結構ちょっと痩せた？そうな、痩せたよ。ねえ。うん。最近マジで、めっちゃ朝気がする。忙しいもんね。そうそう。なんか飲み物は？あ、いいですか？いただいて。な、なんかありますよ。え、水がいい？ジャスミン。あ、ジャスミンがいい。じゃあ麦茶。これ缶どこに捨てろ。なんか適当に。え、ジャスミンがいい。ジャスミンがいい。うん、心安らぐ。あ、じゃあ今日もらったコップで飲む？うん。なんかもらった。キティちゃん。これ、これ、え、こういよ。ちょっと一回、よそいでね。うん。これ、これでいいんじゃない？え、こういよ。ありがとう。久しぶりだね。よっしゃー。確かにいつぶり？徳島ぶりやから。そうだよ。2ヶ月前とか。え、まだそんだけしか経ってないんだっけ？でももうちょい経つか。3ヶ月とか。あれ？ぐらい。あれ4月とかじゃなかったっけ？あれいつだったっけ？あれ。あれいつだっけ？徳島。え、いつやったっけあれ。4月20日だったよ。あー、でやっぱ4月なんだ。なんか早いような遅いような。え、もうだって何月？これだってもう3ヶ月。え、2ヶ月か。2ヶ月、ちょうど2ヶ月ぶり、うん、はい、どうぞ。ありがとうございます。ね。で、何？小前くんは、うん。無限くんを呼び出したの？あっちからやろうって言ったの？え、そう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 。コラボしようって言って、月末奈々ちゃんちでどうですかって言われて、あ、いいよって言って。無限くんは会いたいって言ったの？言ってない？やばくない？あの人、ほんとに。これで遅刻したらやばくない？で、うん。多分奈々ちゃんの名刺部に電話したんよ。面試部中に電話かかってきたでしょ。うん、かかってきた。そう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 。なんか、あの日に、小前くんの枠行っとったら、え、無限くん月末とか東京いますって言われて、うん、あ、月末だったらおるよって言ったら、うん、え、奈々ちゃんと3人でコラボしませんかって言われたから、いいよ、つって。あ、そうだよね、うん。そういう流れだった。うん。じゃあ奈々ちゃんに電話しますって言って。なんか、2人じゃ気まずいかな、つって。な、別に気まずないよな。私は全然ダメ。いや、じゃなくて、別に小前くんもなんかそんな気まずい。小前くんはね、コミッション。コミッションなんだね。なるほどね。はじめましては、私の時もそうだったけど、全然喋んない。あ、そうなんや。うん。私の時もそうだった。へぇー。でも、意外とね。ちょっと社会人として遅刻は良くないよな。遅刻まだわかんない。まだ 20% あるの。もしかしたらピンポンって来るかもしんないじゃん。サプライズで。ね。この時間に起きてなかったらあかんでしょ。わかんない。もう待機してるかもよ。いや、連絡つかんのが一番まずない。わざとわざとやるから。あ、そういう芸があるんや。そう。狛江演劇があんのよ。ちょっと俺は早すぎたけどな。そうだよね。無限君は早すぎじゃない。じゃあ、当初の予定では50分ぐらいに着く予定やった、うん。あ、そうだったの、うん、で、運転手に飛ばしてって言ったから。結構早く着いた。結構早く着いた。飛ばしすぎだろ。え、何？もともと東京に用事があったの？いや、だから今回小前くんのやつが入ったから、うん、それに合わせて日程組んできたんや。あー、じゃあなんか他にもあるの？なんか予定が。今日の夜、無課金と会わなあかんのと。無課金くんと？そう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 。で、明日帰るから。あ、じゃあ1日だけなの？あ、2日か。うん。忙しいね。そうだよ。あ、ゼロワン今度は来るの？なんか。誕生日会？うん。行く行く行く。あ、行くんだ、うん。呼んでもらえたから。あれってすごいよね、システムがね。え、俺全然知らんのよ、詳細。プレゼントいらなくて、あえて。ああ、そう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 、プリンス荒野というガチバトルがあるからね。そうそうそう。逆に持ってっちゃダメなのかな、みたいなさ。いや、俺持っていこうと思ったよ。あ、別で？いや、その、そう、別でな。
ああ、でもそれでもいいよね。プレゼント渡したいから。アイテム投げてプレゼントも渡す。そう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 。私、ハートミーだけにしようかなと思って。なんでよ、ユニバグだ。行きたくねえよ。ユニバグだ。あえてギャグでね、ギャグで。うん。ギャグ目立たへんや。あ、そっか。うん。私ドーンと投げる。やっぱ藤沢7からもらうユニバの通知がやっぱいいんじゃないの。だってユニバっていくらなの。8万1000円ぐらい。それね、現金で買ったね。え、とか入っとんじゃん。おろした TikTok のコイン。おろしておろしたん。あ、じゃあしゃあないわ、チャージしたら。それか一回 TikTok つけて、うん、あの01の誕生日の前で、ね、で、うん、リスナーさんから投げてもらって、あ、それを流す。それを流す。そしたら痛まへんやん。そこまでするんだったら自分でやった方がいいけど、うん、あ、そうか、先に買っとけばいいんだ。あ、そうだよ。買っといて、うん、でも買うと10万円ぐらいじゃない？8万1000円。あの、カスタムチャージやらないの。アプリ内決算だと高いから、うん、あの、コンビニチャージか、ペイペイでもいい。ペイペイばあるんじゃん。ペイペイはないね。あ、ないんや。うん。あ、ペイペイでもできんじゃん。うん、50万のシャンパン入れてもらったんやろ。そうね。返しなよ、ちゃんと。あれ誕生日じゃないから。あ、そうなの？お祝い一緒か。でも50、ちょっとね、散財しちゃったんだよね、私ね。何使ったの？こういうの買っちゃったの。ん？アップルのほら。ああ、高いの？60万ぐらいですよ。とっくり高いっしょ。嘘でしょ？その配信でやろうかなと思ってさ、みんなやんないかな。え、高っ。うん。え、何、メガネ？メガネ。え、アップルの？な、こう、来たら、無限君にも貸そうかな。いい、借りたい、借りたい。何？アップルに60万円のメガネがあるの？一人1万円で貸してこうっていう作戦なんだ。それ元取ろうとしてるだけやん、だろ。そうなの。うん、そうなんや。めちゃくちゃ良くない？あ、VR？ でも1万円でね、うん、配信者をつけれるんだったらいいじゃん。はい、はいだろ。60万円のものをね。へぇー。どう？ 1 万円で借りる？ありやな。うん。サイズ合わへんのじゃん。ん？サイズ合わへんのじゃん。あ、なんかクルクルってやるの。あ、そうなの。こういうバンドみたいな。そうだよ、私たちの沖縄はどうすんの。え、りょうたに組んでって言ったけど、どうせあいつ組んでないパターン、これ。あいつも。え、そうなの。え、うん、りょうたに。あれ、結局どうなったっけ、私が考えるって言ったのっけ。え、知らんよ、どうなったん、自分らの話。わかんない、全然りょうたとも。もう勘弁してよ、もう。最近連絡取ってないからね、りょうたとね。あ、取ってないの？あ、TikTok は見てるけどね。うんうんうん。直接は連絡してない。え？ん？それちゃんとやってくれへんと。俺がやってもいいけど。でももう、再来週？じゃ、何日？やっぱ無限くんに任せようかな。何日に入れる予定？逆に何日がいいの？いや、私は7月は大丈夫で、あの日だったらね。金土だったら大丈夫、7月は。19日。あ、でも01が3日でしょ？そう。で、イベントがいつ終わんだっけ、無限くん。13日に上半期のトップ10のイベントがあるんよ。バトルサミットって。で、それが終わってからだね。で、15に、うん。イズニートの集まりがあるんよ、事務所の。はいはい。だから、それ以外は全部入っと。ってことは、その5の方がいいね。5の方がいいな。15の方。だから、19、20か、26、27。いや、19、20がいいな。19、20? うん。でも決定だね、これも。で、行こう。でもさ、チケットとか、ね、みんなバラバラで取るってこと？俺、高松から多分乗るから。そうだよね。じゃないと、一回東京来てわざわざ沖縄行きよったら、うん。まあ、俺が一回福岡飛んで、福岡から沖縄行くか。日付だけ合わせてバラバラで。そうやな。あ、でもさ、解散、入りはいいけど、解散は一緒に合わせた方がいいんだね、みんなで帰ってきたもんね。そうだよ。うん。だから俺一回東京帰ってきてもいいし。今度ね。それ福岡行く？ん？福岡行く？沖縄じゃなくて？いや、沖縄終わって。私、あそこ北海道行きたいんだよな、今度。うん、逆やないかい。あ、でも福岡もいいけどね、全然行ってないもん。思ったに電話？出へんやろ。寝てんじゃない？最近なんか頑張ってるもんね、TikTok ね。ね。夜までね。うん、10時間ぐらいやってるもん。北海道でも楽しいよ。ほんと？私何回か行ってるけどね。俺も毎年スノボで行くけど。食べ物がやっぱ美味しいよな。美味しい。うん、北海道は。確かに。いつ行っても美味しいもん。冬はちょっと寒いけどね。え、りょうた20無理？なんで？え？一日店長だったやつ。誰の？あの、常夏の多分バーやと思う。
どこでやんの？歌舞伎町やろ。あ、新宿であんの。はぁ、あ、ってことはやな。私行ってみたいな、それ。20ってことは土曜日か。うん。ってことは26、27じゃない？こっちがいい？だって、量とかダメなんでしょ。じゃあそうしようか。なんかあんの？チャンネルと。俺が？うん。ないよ。あ、ないの。26、27。一応3人で行くっていうね。うん。亮太と無限君と私みたいな。2泊3日なんだ、TikTok の子おるんかな、これ。うん。来月の頭な、世界戦があるんよ。その世界戦ってこの間のじゃなくて？いや、次のファンダムっていうイベントがあるんやけど、それが次世界戦になるんよ。じゃあ結構重要じゃないそれ。あ、でも来月の頭なんかな。すごいね、世界で。イベントだらけはもう。この間のあ、8月だった。ごめん、いけるわ。この間の結果はどうなったの、結局。勝ったの、日本は。俺、アジア1位。おー。やけど、01に3連敗した。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ強かったんやけど、あいつ。01強いんだ。ビビるぐらい強かったんやけど。へー。でも、セナちゃんがキャリーしてくれた。セナちゃんってあの女の子だよね。そうそうそう。強いんだ。俺ら、3勝12敗したんよ。うんでも、ポイントで1位やった。恥ずかしすぎる。なんであの女の子が強いんだ、セナちゃん。まあ、ミラコ隊長がおるからね。うん。あ、そういうね、爆投げ師がいるんだね。まあ、一応俺、アジア1位やからね。すげえじゃん。うん。アジアで勝てる人いないんだ。もんじょに帰れって。だそういうの、ひらがないんだよ、無限か。ごめんごめん。ちょ、目につく。ずーっと、シカトしてんじゃん。ちょ、目につくもんだ。私も目についてるよ。ついてる？モンジョリ、なんだ気持ち悪いと書いてあったじゃん。いつもさ、これ全部読めてんの？4見てんじゃん、なんて。そうなん？何を見てんのって感じ。奈々ちゃんってさ、俺洞察力悪いんかなと思って。悪くないよ、見てるよ。だから、見てるよ、いつもちゃん。目に入るなとか、石原さとみ見てる、ヒロとか、キックオジさとかさ。見てるんや。読めてる、キモいとかね、始まったとかさ、見てる、でかい顔とかさ。で、これはどこを見てんのよ、普段。いや、洞察力追いついてないんかなと思ってた、いつも。追いついてるよ。あ、マジで？当たり前じゃないの。で、狛江は？ん？狛江は？まだ時間ある。でも、私、わかんだろ、絶対。あと10、でも、来るパターンもあるかもしんない、もしかしても。え、家近いん、こっから。車で30分ぐらい。絶対もう間に合わんや、その時点で。前もって出てたら間に合うよね、これ、起きててさ、ネタでね。どうなんだろう。そんなことある？アンケート取ってみようかな。小前くんは純粋な、ね、寝坊なのか、それともネタでわざと遅れてんのかね。小前。寝坊っていう人と、ネタでいっか。さすがにさ、初コラボでさ、うん。遅刻されたら、俺どんな顔してあったらいいか分からんねやけど。なんか切れていいよ。切れていい。なめんじゃねえと。いや、言うべきだと思うよ。マジで。で、小前くんは普通に寝坊だと思う人は、はい。なんなら俺、寝坊ね。なんなら俺、奈々ちゃんとの初コラボ、うん、なんか、やばい、絶対待たしたらあかんと思って、9時に来てって言われたのに、7時に、6時、ね、6時40分に着いたけんだ、俺。あの日寝なかったもんね。寝てないって言ってたよね、全然ね。絶対寝たら起きれんと思った。逆に寝るなって感じだよね、遅刻すんなって。確かに。そうじゃない、うん、そういう時はみんな寝ないんだよ。寝れないよね、普通ね。もう緊張して寝れんかったわ。この間、ニコ生の人とコラボしたんだけどね。その子も言ってたもん、寝れなかったって。男の子？うん。なんかチラッと見たわ。坊主の子ね。ああ、見た。あの子にこのままの子なんや。そんぐらいの気分じゃないとね、無限君と会うってことは。いやいや、俺というかね、こう企画うっとんやったらやっぱちゃんとせなあかんと思う。ねえ、変なヘコヘコしてさ、無限さんとか言ってさ。じゃあね、無限君は小前君のだらしなさにまだ気づいてないのよ。めちゃくちゃだらしない。めっちゃだらしないの。なベトナム編を見てるだけじゃ分かんないじゃん。そう、俺はもうベトナム編しか見てないから。私はもう3年目だからさ、小前君と、ね。あ、もう長いもんね。もうボロボロいっぱい出てくるから、ね、
クズだから。そうなん。本当に。無限くんが持ってるクズ具合の100倍クズだから、うん。めちゃクズやん、それ。めちゃくちゃクズやん。そうね。当たり前だよ。でも人気よな。ん？人気でない。クズは人気でんだよ。へぇー。ツイキャストがふわっちってね。クズだと、ゼロワンくんもクズだったんだよ。ああね。でも今めちゃめちゃまともやん。いや、クズですよ、あの人も。クズ。俺は好きだけどね、ゼロワン。クズじゃなかったんだよね。暴力沙汰になんないだろ。いや、でもあれは、俺当たり屋みたいなもんだと思うよ、あれ。あ、ルイジくん？ああ。じゃあ、ルイジくん、そういうとこあるんだよ。ね。で、ゼロワンはさ、こう仲間大事にするからさ。うん。そう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 。人一倍仲間思いだから。じゃあ、ゼロワンくんも手が早いんだよ、実は。まあ、しゃあないよな。そう、結構は、うん、手が早いんだよ。じゃあ TikTok ではもうゼロワンもグループみたいになってるんだってね。いや、まあゼロワンはいいやつよ。ルイジはもう無理みたい。いや、絡みないからね。誰かも知らんし、俺。うん。うん。ルイジくんもトップっぽいからね。へぇー。レミ太郎ちゃん付き合ってたじゃん。もう毎日のようにああいうことが起きてた。あ、そうなんや。そういう系の配信者ってことね。もうそっち系だよね。もろ代表格みたいなもんだよ。へぇー。そっち系全くさ関わりがないからさ、そっち界隈と、うん、どんな効果も知らんのよね。あの無限君の天敵も捕まったじゃないね。やっちゃこんなあれもびっくりだよね。まあでもまあいつかは捕まるだろうなと思ってたけどな。そうなの。うん、私面会行ってきたけど、ね、さ、でもあれ出てきたんでしょ。うん、かなんていうの、保釈。でもまだ入るっしょ。入らんの？でも執行猶予つくかつかないかじゃない。だってスシローが賠償金あれ2000万やったよみたいだね。そうだから、ね、あれだって牛角あれ1ヶ月ぐらい休んだやろ。うん、店自体が、ね、4000万ぐらいいかれるんじゃん。どうなんだね。牛角側が多分示談せんやろあれ。うん、うん、あ、2日なん。でも2日でもさ、牛角の損失考えたらさ、そんな来ちゃったら払えないよね。無理だもんね。積もだもんね。うん、時短とかだとしない。時短せんだろ、さすがに。でもその話あんまりしない方がいい。そうなの。あんまり、へえ、しない方がいいって。あのね、名前とかも出してたもんね。ああ、そう、店名ね。うん、確かに確かに。いや、バンになるってわけじゃないけど、この辺ファンのかわいいな。かわいいっしょ、今日届いた。セーラームーンじゃん、それ。そう、知ってる？知ってる知ってる。な、今日届いたね。これもセーラームーン。猫顔やもんな。そうかな、私。なんか、猫顔っぽくない？猫顔かな？うん。ほら、そうやってまたそう、今ずるいね。誘導したでしょ、そうやって。ゴリラ見たかったんじゃん。してないって。それ、自分悪いよ。ちょっと人間不信になっとうよ。絶対そうでもない。それ人間不信になってるわ。黒いのが溢れてきたじゃん、こうやって。黒だらけになったよね。それ人間不信やわ。うまいなぁ、さすがだ、荒野行動って感じ。だってもう犬顔か猫顔かって分けたら猫顔やんな。ちょ、ムゲ君もこっちに近いよ。ゴリラ？うん、こっち系統。それはないやろ。だって猿顔じゃん、だって。あ、まあ猿顔っちゃ猿顔やな。こっち系統でしょ。でもゴリラではないで。でも同じ仲間みたいな。まあまあそうやな、友達みたいなもんね。グループみたいなね。ああ。あと4分。もう無理だね、これ。これどうすんの、今日来なかったら。俺と奈々ちゃんの2人のコラボになってしまうよ。だから今後、この展開で言うと、もう小前くん家に行くしかないよね。ああ、なるほどね。それか2人でやるか。うん、どっちでもいい。え？起きないよ。起きないだろうね。起こさないと起きないよ、あの人。でもさ、呼ばれてる側がさ、起こしに行くっておかしくね。だから私最初から小前くん家でやろうって言ってたんだ。あ、そういうことね。絶対遅刻するかな。なんか、いや、家電波悪いからみたいな感じだったで。それはなんか言い訳だよね。フリスクって前か私、ん？フリスクって何？フリスクあるよ。一応二人でフリスクやってって言ったよ。あ、だから一応仕込みネタみたいの用意したんで、フリスクを。怖いって。怖いって。
絶対ろくなこと考えてない。みんなでやろうと思ってさ、絶対ろくなこと考えてないやん。これ知ってる？無限くん今流行ってるやつ TikTok で。え、そうなの？え、なにこれ。フリスクのドリンクなんだけど、絶対絶対やばいこれ。なんかふわっちではせいじくんがバトン回して今流行ってんだよ、フリスクチャレンジ。これ絶対飲めん。もう見たらわかるもん。もうこのカラーがさ、いけてない。え、でも、パッケージ美味しそうじゃない？爽やか。いや、これ絶対めちゃくちゃスースーして多分飲めんよ。あ、なんかそうみたいな、うん、これね、しかもただでさえさ、ミント嫌いやのに、これね、フリスクドリンク。あ、みんな飲んでるんや。猫前とバトンが回ってきたんだけど、そうまだやってないんだって。だから昨日私が買っといたんだよ、やらせようと思って。さ、昔さ、あの ロロップあったやん、あの缶に入ったロロップ。ドロップ？ロロップね。そう、あれのさ、白いやつだけ避けよったもん、美味しくないから。あー、そうね、ミントね。そうサクマドロップすね。そう、それぐらい嫌いやねん俺。いや、私あれ好きだけど。マジで？多分飲めんじゃない私は。いけそう。結構ミント好き、タバコもミントだし。でもタバコもいけそうよ、俺も。こういうのも好きよ。ふわっちつけなよ。なんで？もう、こまいくん。ウエンくんはつけるから。いや、ふわっちつけなよ。私が？おう、もうさ、だから言ったのに、こまいくん、ほんとに。キャスメンテだって。キャスできないんだって。そうなのよ。うん。10分、15分できないんだよね。なんか、ふわっちしばらくしてないでしょ？まあ、してないけど。せっかくや、俺、ふわっちやったらええやん。じゃ、本田小前くんがふわをつける予定だったんだよ、こういうね、うんうんうん。あの人の企画だから。TikTok だとタバコ吸われへんねえな。いちいち顔面から外れなあかんし。あ、そうだね。じゃ、ふわだね。うん。もうつけちゃうじゃん。あ、いいんじゃない？久しぶり。俺こういう時に枠取りたくない子だから、人の枠に出る方がいいやん。お前くん遅刻でいいかな。これどうやってやんだっけな。うん？これ映像に変えて。あ、そうか。うん、で、キツネの方がいいんじゃん。ん？枠。キツネってなんだっけ、もう久しぶりすぎて。あの、全部匿名。タヌキの方がいい？あ、タヌキの方がいいね。うん、アカウントなしで。キツネだと荒れそうじゃない？荒れるんかな。いや、わからん。俺の枠キツネで荒れへんからさ。これね、サムネを撮んのか。そう。よし、みんな、じゃあこっちでやるね。もうちょっと、こまえくん待ち。なんか質悪くね？うん。こんなもん？逆に良すぎて。あ、そういうこと？そう。最近やってたやんけって言われてるよ。行かないよって。え？行かないよって。何が行かない？切れちゃうよ、だって。こっち行かねえよって。結局切れるからね。え、生き残ってるよ。あ、もうすぐで切れる。あ、そうなんや。あれ、棒どこやったっけな、私。5分メンテだって。通知出てると思うよ、多分。